ヒーローは見事3勝目を挙げました戸郷投手です。ナイスピッチングでした。はい、ありがとうございます。まずは今日スワローズとの6回戦どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。そうですね、チームも、前回3連敗しているので、なんとかこのカードは、勝ち切ると、僕も心に誓って頑張りました。そんな中で小林捕手とは今日はどんなところを意識していこうという話をされたんでしょうか。そうですね、いいバッターが多いので、一つ一つ、しっかり、した球を投げようということを話してました。その結果7回113球無失点というピッチングでございました。今日のピッチング振り返っていかがですか。そうですね、2回に、あまりいいピッチングができなかったんですけど、通してね、ゼロで抑えれたので良かったなと思います。振り返ればまずは初回の吉川選手のホームランから始まりました。さらには吉川選手のファインプレーもありましたけども、かなり助けられましたね。いや、もう本当に守備もですね、うまいですし、本当にバッターに、助けられてばっかりなんで、なんとか恩返しができてよかったです。そして先ほど小林捕手の話ありましたけども、2021年9月ぶりのホームランということがありまして、そのホームランが出た時は戸郷さんかなり驚いた表情をされていましたが、大きかった一本でしたね。いや、もうあそこで、打ってくれてもう誠司さんに感謝です。はい、さあまだまだ試合は続きます。最後に次回登板に向けてメッセージをお願いします。はい、次も勝てるようにジャイアンツずっとね、連勝できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。見事3勝目を挙げました戸郷翔征投手でした。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。どなた様も気をつけてお帰りください。明日も引き続きまして、ジェラセントラルリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ第7回戦を午後6時より行います。どうぞ皆様お誘い合わせの上ご来場ください。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。